マノン・レスコーは、ジャコモ・プッチーニが35歳の時に発表したオペラ。1893年初演。この作品でプッチーニは一躍脚光を浴び、音楽家としての地方を固め始める。ルイージ・イッリカとジュゼッペ・ジャコーザの台本に、プッチーニが曲をつける、後に、トスカや、蝶々夫人などで大きな成功を収めることとなる。この3人によって生み出された、最初の作品。 原作の同名小説は、アベ・プレイボー、ある貴族の回想録のうちに含まれるもので、当時広く読まれていた。椿姫の中でもヒロインのマルグリッドがこの本を読む場面があり、多くの人に知られた物語であった。そのため、プッチーニ以前に、フランスの作曲家、ジュール・マスネによって、マノンとしてオペラ化され、成功を収めていた。プッチーニは、前作、 エドガール初演後の1889年4月頃、原作を読んでオペラ化を決意、彼がオペラの題材を自ら選び出したのは、これが初めてだった。マスネのマノンとの違いを出すため、ヒロインの性格に重きを置いたマノンに対して、プッチーニ版は物語性を重視する筋立てになっており、そのためマノンでは割愛されていた植民地ルイジアナ編を新たに、 第四幕として加え、そこでの悲劇的末路を最大の見せ場に仕立て上げた。プッチーニを支援していた学府出版社社長ジュリオリコルディは、プッチーニの新作の構想を聞いて、すでに成功を収めたマスネの作品と全く同じ、題材を扱うなら失敗してしまうのでは、と危惧、以前からジュゼッペジャ講座に依頼していた別の台本に作曲するようプッチーニを説得したが、 プッチーニは、リコルディの案には全く関心を示さず、全く共感できない台本にどうして作曲できますかと言い放ったため、リコルディは、プッチーニの意思を尊重、プッチーニ版、マノンレスコーの台本作成のためルッチェーロ、レオンカバドンを推薦する。しかしプッチーニは、台本の出来栄えに不満を示したため、代わって、当時活躍中だった、劇作家、マルコプラーガが担当することになる。 オペラ台本の仕事は初めてで、特に陰文の歌詞の執筆ノウハウに乏しかった。プラーガは、増えてな分野を補強してもらうために、自らの友人である詩人ドメニコ・オリーバを、共同執筆者に推薦。この二人の手により1890年夏頃には、一旦台本が完成する。しかしプッチーニが作曲を進めていくうちに不満を示し、台本改訂を求めたため、プラーガは、 改訂を拒否して、台本作成から、交番、残ったオリーバが、プッチーニの希望を取り入れつつ、第3幕を改訂したが、結局その後オリーバも、台本から手を引き、制作はまたも頓挫してしまう。将来性を変われて、リコルディの支援を得られてはいたが、それまで世に問うた、オペラ2作はいずれも失敗していたプッチーニが、自ら題材を選び出した、新作の制作にあたり、 真珠大いに寄するところがあっただろうことは想像に難くない。結果的には傑作を目指すあまりのプッチーニの台本への度重なる厳しい要求などが完成を遅らせる要因になっていたがリコールィは根気強く支援、ジャコーザに台本への助力を要請した。一説には依頼を引き受けたジャコーザが若き劇作家ルイージーリカの協力を要望したため、 オペラ市上に残る、プッチーニ、イリカ、ジャコーザの名トリオが誕生したと言われる。先日通りすでに台本への作曲が開始されていたため、ジャコーザとイリカはまだ作曲前の第3幕以降を中心に台本を練り直して仕上げ、プッチーニも1892年10月には全曲の作曲を完成。この完成までの経緯のため、プッチーニの マノンレスコーの台本には5人執筆者がいることになる。台本は原作の主要な場面を取り上げたもので、原作が広く知られていた当時では斬新な試みと言えるが、現在では原作に関してある程度の知識がないと、場面がすぐ飛躍するので、幕と幕の間の関連性が非常にわかりづらいものになっている。 1893年2月1日トリノでの初演では当時広く知られた原作のオペラ家とあって好意的に受け入れられただけではなくプッチーニに対して新進気鋭の作曲家として高い評価を与えることになった。オリシもベルディの最後の作品となるファルスタッフの初演直前であり今日から見ればイタリアオペラの新旧交代を印象付ける出来事となった。以後、 プッチーには、ラボエーム、トスカなどを発表し、マエストロの地位を確立していく。ピッコロ、フルートに、オーボエに、コーラングレ、クラリネットに、バスクラリネット、ファゴットに、ホルニオン4、トランペット3、トロンボーン3、バストロンボーン、ティンパニ、トライアングル、スネアドラム、タムタム、オーダイコ、シンバル、グロッケンシュピール、チェレスタ、ハープ、ゲンゴブ舞台裏で、フルート、 コルネット、ネ、ドラム、鈴約2時間5分、第1幕35分、第2幕40分、第3幕20分、第4幕30分物語の時代と場所は18世紀末、アンシャンレジーム下のフランスと植民地アメリカのルイジアナ。場所は、フランス、アミアンの宿屋の広場。学生と娘たちが集まり騒いでいる。その中の一人、エドモントが、アリア、 楽しき酔いにを歌い、居並ぶ他の者も,もそれを昭和する。その中でデグリューが、静かにしているので、なぜかと問いただすと、彼は、栗色、金髪の美人の中でを歌う。そこへ馬車が着き、デスコーとその妹マノン、財務大臣ジェロンテが降りてくる。皆が荷物を持って、宿屋に入り、マノンがカズトになった時、デグリューは、彼女の名と彼女が若くして、 中道院に入る身の上だということを聞き出す。兄の呼ぶ声がしたので、マノンは立ち去るが、デグリューは、再会を確約するのに成功する。マノンの美貌に当然となるデグリュー。彼は、アリア、見たこともない美人、を歌う。彼の周りを取り囲み始めた学生や娘たちはで、デグリューの連合をくだらないと笑うのであった。財務大臣ジェロンテはマノンを誘拐させるために馬車を、用意させる。 これを漏れ聞いたエドモントはデグリューに、それを伝える。デグリューは、マノンと再会すると愛を告白し、ジェロンテの誘拐計画を明かし、逃走しようと誘う。マノンとデグリューは、学生たちの助けを借り、ジェロンテの用意した馬車に乗りまんまと逃げてしまう。二人の逃走劇に自弾打を踏むジェロンテ。それに対し、レスコーは、二人は、パリで見つかるでしょうを示唆を与える。一方で、 学生と娘たちは、してやったりと騒ぎ喜んでいるのであった。パリ、財務大臣ゼロンテの承宅にて、マノンとデグリューは、パリで見つかり、引き離された。マノンは、ゼロンテの目かけになっている。そこへ、アニレスコーが現れ、その贅沢な生活に驚く。しかし、マノンは、この放華だが、愛のない生活に嫌気がさしていた。ここでアリア、 この柔らかいレースに包まれても歌う。マノンは兄にデグリューの消息を聞く。そこへ音楽隊が現れ、ジェロンテ作曲のマドリガルを演奏し、さらに舞踏教師がメヌエットの稽古つける。そこへジェロンテが現れ、彼女の美貌を称える。そこへ突然、デグリューが現れる。驚いた彼女は彼に、お願い、復讐してと謝り、すがりつく。 デグリューはマノンの潮らしい姿に怒りを忘れ、二人は抱擁するのであった。そこへジェロンテが登場。彼は怒り狂うが、マノンは開き直り、彼に手鏡を渡し、この代わりようご覧くださいましと言い放つ。ジェロンテは怒りのあまり立ち去る。デグリューは駆け落ちを誘い、マノンはそれに応じるが、逃走の前に宝石類を物色しに時間を空費してしまう。 デグリューは、アリア、マノン、お前の愚かさがを歌う。この頃には、ジェロンテンが呼んだ、ケンペンが到着し、マノンを連行してしまう。デグリューは、剣を、抜きを追いかけるが、デスコーにたしなめられる。アーマノンと、デグリューは絶叫するのであった。ルアーブルの港。連行されたマノンは、勝負として、フランスの植民地ルイジアナに売り飛ばされることになった。 港まで追いかけてきたデグリューは必ず助け出すと告げる。しかし、デスコーは警備の厳しさを理由に救出は失敗だと伝える。他の娼婦たちと並べられ点呼されるマノン。その様子をせせら笑いながら見る群衆。デグリューはいても立ってもいられなくなって飛び出し、船長にマノンと同じ船に乗せてくれと懇願する。この時、アリア、狂気のこの私を見てくださいを歌う。 デグリューの気迫に押され船長は見習い船員として同乗を許可する。ニューオリンズのアラノンにて、植民地ルイジアナでも問題を起こしたマノンとデグリュー。マノンは疲弊し一歩も動けなくなってしまった。デグリューはマノンに水を与えたいと思うが、それさえも叶わないのである。彼は荒野にマノンを残し、人家を探しにアラノンをさまよう。マノンは自らの指揮を悟り、 アリア、一人寂しくを歌う。やがて、絶望したデグリューが戻ってくると、二人は甘美な二重唱を歌う。マノンは、最後の力を振り絞り、デグリューに別れの挨拶をすると生きえる。デグリューは、荒野でマノンの意外を抱きしめどこく。ありがとうございます。